しました。それではこちら羽生結弦選手が来てくれました。日本の皆さんもこううずうずしながら今待ってました。大席です。もう緊張しました。すみません、本当にやっぱりオリンピックってすごいなって思いました。でも金メダルですよ。おめでとうございます。ありがとうございます。羽生選手にとっても、それから日本の男子にとっても夢だった金メダルだと思いますけど、どうですか？そうですね、やっぱり結果としてすごい嬉しいなというふうに思うのと、半分自分の中ではやはり悔しいって思うところが結構あるので、オリンピック金メダル取って言うのもなんですけれども、やっぱりちょっと悔しいかなって思います。ショートトップで終えて、フリーまでのこう夜だったり一日っていうのはどうだったんですか？やっぱり時間もあんまりなくて、練習も朝早くからだったので、皆さん結構体調も悪かったりしたと思うんですけれども、今回の試合で本当に緊張しましたし、やっぱりその緊張の中でどれだけ自分の演技をできるようになるかっていう、本当にそういういい経験になったなというふうに思ってます。自分が1位に立ったのを知った時、パトリック・チャン選手の得点が出た時、どんな気持ちだったんですか？もうとにかく驚きしかなかったですね。本当に嬉しいとかそういう感情は本当になかったですね。自分の演技については悔しかったので嬉しい感情はなかったんですけれども、ただこうやって表彰台に上って、まだ花束ですけれども、そうやってもらっててすごい嬉しかったです。金メダル見たいですね、明日。そうですね、早く見たいです。おめでとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。